皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も人食いの大足トリコ遊んでいきましょう。さあ今日も30分ほど遊んでいきましょう。で前回この遺跡まで上がってきて、トリコはそこに顔面を突っ込んでいる。どうしたの？なんかあんの？このガスはこれか。この巨大な壺、これが発している。一旦とりあえずガラガラして、なんすかね、猫でいうマタタビ的な。でトリコを誘導できる。つまりどっかの穴に突っ込んで謎解きに利用する。こっち行ってみようか。こっちはここね、ちょっと危ない。怖い怖い、危ない。こっちはいけませんね。一旦戻ろう。そっち戻って、多分そこでしょうね。この中をね、そこに足場。あ、そう。つまり、そっちに行けるはず。なんとかして。どこだ？夢中で壺を取ろうとしていた。夢中で壺を取ろうとしていた。ちょっと真ん中にしようか。さっきの足場が見えた。こうか。よし、真ん中で固定してと思ったけども、こっちか。こっちに来る。そこの、その足場に乗っかっていきたい。どうする？どうしたら？うん、ギリギリいけそうでいけませんね。もしくはそっちの、そっちのツタ？香りを止めようと試みた。もうちょいこっちか。真ん中にこっち側、もうちょいこっち。よし、そう、真ん中に突っ込まして、で、おそらくそのツタにインタラクトできるはず。多分。よしよし。このツタのグラフィックもすごいですね。本当の植物っぽい。そして、一旦こいつを下っ、危ない。降りて、よし。そして蓋がついている。これをこうか。よし、さあ止まったよ。餌はないね。
もういいでしょう。これ。よしよし、正気に戻った。でからのこっちかな。いや、こっちも特に何にもなかったんだけど、どうする？特に何も起きないですね。一旦降りて、こっちに来ても仕方がない。そこに行く。つまりここで乗っかれば OK。 一旦降りてきて。よし、で乗っかって、でさっきの上にジャンプ措置。ジャンプして、ジャンプ。さっきあんたやったよ。どうしたの？ジャンプだよ。そっちだよ。そっちだよ。行きませんね。意外と扱いが難しい。そう、そっち行きたいんだけど、尻尾？その尻尾に掴まれない。ということはこうか。よし。ここは地味に難しい。で、尻尾よじよじして。待って、カメラが荒ぶっている。よしと。で、そっちか。一旦手を離して、ジャンプ。よし。よしよし。こっちはなんだ。いけませんね。そして再び遺跡の上部。これは入れんぞ。こっちに捕まって、でさらに上方向、そしてこの隙間、ここに入っていく。よしと。さあトリコは？よし、上から来る。んでこれどうする？そっちに行きたい。トリコジャンプ？ちょっと先に行くね。こっちか。主人公はこっち。この中国の参道っぽいとこを通って、ここはジャンプ。はい、よし。危ないよ危ないよ。今のは不可抗力。変なとこにはまった。ん？生きてんの？さあショートカットに成功。しかしズタボロ。トリコは水浴び中。これどうすんの？治療する必要がある？ブラックジャック先生、はい元気。
はい、元気。そしてそっちの奥、なんだ、もう一匹オオワシ。これがそのオオワシの巣と呼ばれているゆえん。他にもワシがいる。すごいな、はるか上方までそびえ立つ塔。そしてこっち、これをね、漫画化したら背景手書きで書くの本当に大変そう。でこいつかな、これをよじよじしてそっち、ジャンプ、さらにジャンプ、そしてそしてどこに行く？そっちはちょっと違う気がする。そっちもで、そこにトリコ。これはその尻尾か。ちょっとそのままそのまんまね。で、尻尾に捕まっちょっという夢を見まして、よし、今度は捕まえた。さあ、よじよじしてからの、今度はそっち、そこの上、よし、でジャンプ、よしよし、そっちそっち行けますね。そこに餌あった。さあ、樽をゲット。ここ行ける？よいしょ。こっちは何にもない。いや、そこにステンドグラス。それね、もうちょいこっち、この辺。あ、落ちちゃった落ちちゃった。これはやっちまった感。復活はしてない。なんかこれトロフィーとかに関係してんじゃないの？多分。どうしよう。まあいいか。それと、ステンドグラス。プラス、レバー。こいつをガッチャンして。よしと。あれは一体何なんすかね、ステンドグラス。餌復活してないかな。してませんね。まあさっきのは仕方がない。行きましょう。こっち行って、ここはね、特に何でもない。こっちの下行くぞー。で、そっちとこっち、こっちも何でもない。行き止まり。
ここも何もなし。配管。何かの配管が通っている。文明の名残。で、それと、十字路。そっちっぽいな。進行方向そっちっぽい。こっち何にもなし。こっちは？こっちも何にもなし。こっちか。さあ、ここもだいぶ広い空間で、木の骨組み、そしてそっちに明かり。なんとなくそっちへ向かうんだろうなっていう感じですね。で、降りていけないんで、トリコちゃんに乗っかろう。よし、さあ降りて。さあ降りていいよ。そっち、そっちだよ。降りて、降りてくんない。どうなってんだ。ね、ただ少年これいけんぞ。さあどうする。どう降りる。こっちか。ん、微妙。いける。そこの、そう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 、からの、からの、これは、あ、いける。よしよし。で、策はして、これを、待って、そこにまたいるわ。鎧。あー、こっち来る、こっち来る。トリコ先生、やってください。トリコ先生、います。よし、前に誘導して食わせる。よしよし。それと、そこに、よし、やっつけましたね。で、なだめて、もうちょいなだめて、どう？まだ？もういいでしょ、もう。めっちゃ荒ぶってる。餌を食わそう。ちょっと待ちなさい。だいぶ興奮してる。このこの樽を食いなさい。なんすかね、おもちゃのようにひたすらにこうぐっちゃぐっちゃにすんの。ほら、これ食いな。ちゃんと食いな。なんすかね、なんで微妙に。違う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 。いや、お前わざとやってんだろ。なんなのこの餅つきみたいなの。うん、よしよし。さあ食べて、そっちに扉。そこね、怪しいのはこっち。しかし開かない。どうする。そっち、そっちか。さすが先生。待って、そのまま、そのままのポーズ。待て。よしよし。そう、そっち。これで
もうちょっと上げて。もうちょっと。そう、よし。よし。ギリギリセーフ。そして、こっちは遺跡の奥。危ない。なんだ？降りていける？これ。トリコは先に行った。うん、待って待って、どこ？ん？またいんの？降りて、あ、普通に行けた。そして、またあの、鎧がいたっぽいっす。よしよし。そんで、そこにはしご。また荒ぶっている。これ、これさっきのゲートか。待って待って。まあいいや、先に行こう。よし。さあ着きました。そして今度はどこ？こっちか。そして何やら巨大なゲートプラス、ここ木の床で、そこに鎖。これはなんか起きそうだね。天井には何にもない。ゲートが閉まる。尻尾は大丈夫？大丈夫か。で、先へ。またこのゲート。ただし開きません。いつか何かのタイミングで開くんでしょうね。で、ここに鎧ちゃんプラス、これ絶対動くっしょ。よいしょ。まあ動いてもこいつをトリコ先生のところに連れていけばお前は死ぬんだよ。やっちゃってください。あ、こっち来た、こっち来た。先生、先生。そうです、もうちょっと。刀を抜いた。こっちへ来い。待って、どこ行くの？槍を取った。すごいね。で、投げる。ちょっとずるくない？そんなのあり？ふざけんなよ。こっちへ来い。誘導してで、槍投げんだよな。まあいいや、全部投げな。ほら、何そのポーズ。こっち来て。そうで、先生ナイスです。さあ怒りをぶちまけて、そして抜いてあげよう。刺さった？待て、落ち着け。刺さってはない。大丈夫？よしよし。そしたらこっちか。
ここにもいっぱいいた。待って、全員これやり使ったらまずくない？こっちこっち。さあやっちゃって、やっちゃって。見えない見えない見えない。カメラが非常に荒ぶっています。よし、そしてそこの最後の一匹あいつ来ないな。チキンですね。よし、でおそらくこの先に解除する仕掛けと思うんだけど、めっちゃ強そうな人がそこに一匹。なんだ、先にこっち行く。おそらくこっちに解除する仕掛け。こいつか。よし、そしてトリコを呼びながらこっち。問題はそいつね。来てるね。よしよし、うん、めっちゃ警戒している。こいつはそんなに強いのか。いった、ダッシュ。弱いんかーいっていうね。めっちゃ弱い。さあ落ち着いて。そいつ弱かったでしょ。そしてこの橋を渡ってそっち。さあそしたら今回もですね、大体30分で時間の切りがちょうどいいんで、一旦こだわりにして、でまた次のパートにつなげていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。